薄井貞光は平安時代中期の武将。平良聖とも橘花聖とも言われる。生まれは相模国空水峠付近とする。通称は荒太郎。源の頼光に仕え、渡辺綱を筆頭とする頼光四天皇の一人と称される。大鉱山の主天道寺大寺で有名。今尺物語には源の頼光の三人の家来の一人として、その名が記されている。 越後から上野へと向かう道中、野宿することになった貞光が土胸をしていると、南が土胸の精神に感じて四万の煩いを辞する、冷戦を授ける。我はこの山の神霊なりとのお告げを受けた。そこで、貞光が周囲を調べたところ温泉を見つけて、ゴム草の湯と呼び、これが四万温泉の由来になったという。またある時、貞光が帰郷すると、薄い峠に、 巨大な毒蛇が住み着き、人々を苦しめていた。そこでサダミツは十一面関税恩菩薩の加護のもと、大釜を振るって、大蛇を退治すると、薄い山帝公院金剛寺を建立し、そこに観音菩薩とオロちの頭骨を祀ったという。童話、金太郎では、木こりに身をやつし、強い人材を求めて、旅をするさなか足柄山で金太郎を見出して、 源の頼光ののもとへ連れて行くという役割を与えられている。最近の研究では、平忠道は、貞光の子で、これが、三浦市、鎌倉市の先祖になったとも言われている。ありがとうございます。